皆さんこんにちは、リクトです。今回ですね、当初はあまりにすごすぎる勢いで面白いなと、ね、熱量が凄まじいなと言ってね、動画も上げさせていただいたことがあったんですけれども、今回4話まで見させていただいて、正直これもう滑りまくってんなと、置いてきぼり食らったなという声で切ることに、した作品に関して、最初はネタバレなしで、このネタバレありでね、感想の方話していきたいと思います。はい、皆さん、なんと言いますか、もう冒頭のね紹介で何かって分かった方もねいらっしゃると思うし、まあ、見てる人はね、まあ、今回紹介していくのは、まあ、オリジナルアニメっていうところになるんで、見てないって人もね割といるかもしれないですけどね、かなり癖の強い作品でね、やっぱうまくいったら秋葉ミル戦争見て何度かなっていうことを言ってたんですが、やっぱ投稿呼ばなかった。いかに秋葉ミルが偉大だったかを、まあ、僕は感じた、まあ、正直、そんな作品でした。はい、ということで、作品名紹介いきます。それがこちらというところで、魔法少女マジカルデストロイヤーズでございます。4話切りでございます。いやー、おもろいと思うこともあってね、僕は1話とか2話面白いなってむしろ思ってた。まあ2話はもうほんとなんかあまりにすごすぎてついていけるかなっていう、やっぱ正直不安がありますみたいなことは言ってたんですけれども、まあやっぱどん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 、まあその熱量に対して、まあギャグパート、まあ正直寒かった。合わなくてですね、まあ2話まではそのノリがね、もうすごいノリがなんか意外好きなんじゃねえかっていうこと言ってたんですが、3話でちょっと勢いが強すぎると。で、まあやっぱ結構世界観としてはシリアスなはずなんですけど、ギャグをぶち込みすぎてもう何やりてえのかわかんねえみたいな、そんな状況になっている。で、まあやっぱそのギャグをめちゃかます、ギャグというか、まあ細かいとこもなんかいろいろとギャグっぽいことをかますもんですから、なんかやっぱすごい置いてきぼり感があったんですよ。まあ、話に関しても、まあなんかほんと勢いがかなりあってね。っていう中で、まあ最終的に、まあね、まあ、作画のクオリティまで落ちてきてしまったというところで、まあこの魔法少女マジカルデストロイヤーズに関しては、まあ、ちょっと切らせていただくと。いうところというか、まあ、この先僕は全然面白くなるとは思えなかった。もともとキービジュアルとか見てた時に、まあ別になんか全然正直全然期待せずに見てたんですよね。で、1話でなんかすげえなと思って、まあある意味やっぱ笑いになってた。で、やっぱ秋葉とか舞台になってることによって、逆転世界の電池少女とか、秋葉原戦争みたいになるんかみたいな話でね。もう逆転世界の電池少女はやっぱ全然合わなくて1話切りしちゃったんですよね。秋葉原はほんとめちゃ面白いってもうずっと言ってますけれども。で、まあ魔法少女マジカルデストロイヤーズは電池少女よりはこれハマれるなっていうことを言ってた。まあそれ1話切りで言っても別に1話むしろ面白いと思ってますからね。っていうところ言ってたんですが、まあ、やっぱこう、まあちょっと一昔前のノリっていう言い方が合ってるのかあれですけれども、まあ、ちょっとやっぱアニメの作りとしては正直古いなっていうタイプ。で、こういうタイプの作品は僕は ワンクールに1作品欲しいっていうことを言ったんですけど、まあ、やっぱこれはね、正直なんでじゃあ今そういうアニメがないかって言ったら、結局受けないからなんですよね。それはまあどんどん時代変わってって、その昔の演出より今の演出の方が今の人には絶対受けると、だからこそそういう作りが変わってってるのは間違いなくあると思ってて、まあ、結果としてなんかいい塩梅をもう逃したというか、やりすぎたというかね、僕はすごいそれを思ったし、まあまあ、細かいところはネタバレで言いますけど、まあキャラクターで言ったらやっぱブルーだよね。ちょっと、いや正直余分だったなって、明らかにその別にキャラがいるのは余分というか、やってることがまあ全部余分というか、いう感じがあって、まあ、なんか最終的にね、まあ、なんかすごいもう僕もなんか真顔でなんか終始真顔で見てますみたいな状況になっちゃったんで、いやこれはなっていうのもあったし、まあ、4話はね、一応なんか水着会みたいな感じだったんですけど、まあ、なんかまあ何がやっぱ何がしたいのか見えてこない。こういう中途半端なアニメって本当、まあ、基本的にはダメで、なんかシリアスやれてるのかギャグやれてるのか、そういうなんかたまにこうバランスがこう奇跡的に融合したね作品もあるんですけど、まあ大体が失敗するんですけど、まあ、この作品も正直なんか
ねえ、なんかに振り切ればいいんですよ、別に1話ごとでも何でも。うん、でもなんか両方を共存させようとすることによって、うん、なんか3話の終盤とか途端にめちゃくちゃさらにシリアスになるんですよね。超シリアスみたいな、なんだけどなんかギャグやっててみたいな。うん、まあ前期言ったね、あのスパイ教室とかも結局それで失敗したなって思ってるんですけど、マイキテン世界の電子少女、うん、まあそれはあのギャグとかノリが合わねえっていうこと言ってましたけど、うん、まあ面白いマジカルデストロイヤーズに関してはやっぱ面白くなる要素ってかなりあったと思うんで、そういう意味ではなんかもったいねえなと思いながら、うん、ちょっとやっぱやりすぎたなっていう感じ。まあギャグがもうちょいハマればね、でね、あの笑えるところ、なんていうの、単純に笑えればよかったんですけど、まあそこが合わなかったね、正直。うん、合う人はそれは面白いんでしょうけどね、うん、っていう感じはしたし、うん、そうはね、なんか最終的になんか何が起こるか分かんないですけど、そういう楽しみ、なんていうの、そういうでも次早く見てとかないんですよね、うん、っていう時点でかなり厳しいのかなとは思ってます。うん、で、この作品はね、原案の方が純稲川さんとかで、1999年生まれとか、僕1998年生まれなんで、僕よりもさ年下の方っていうことね、すごいですよね、これは。なかなかね、この採用されるっていうのはなんかすごいなっていうのは思ってんすけど、まあ結局うん、ちょっと経験値的なとこもあんのかなとか思っちゃいますよね、こういうの見てると。まああとやっぱ作画の面ですよね。結構1から3はすごい頑張ってて、まあ1か2話か1、2話はすごい頑張ってて、うん、でまあ4話正直どんどんクオリティが落ちてきて、まあバイブリーさんねめっちゃ頑張ってるなと思ってましたけど、うん、まあやっぱ作画のクオリティもどうしても落ちてくるっていうか、まあほんと目印高いなと思ってたんで、うん、まあちょっと落ちてきちゃったっていうところで、うん、まあ最終的には下手したら作画崩壊とかするかもなっていう感じを僕は受けながら、うん、見てましたけど、ちょっと残念というかね、うん、やっぱアキラミードってすごかったなっていうのは思いますよね。あんだけやべえ世界観、まあそれこそあれもさ、ギャグとシリアスの調和なんですけど、ここをうまくこのぶっ飛んでるところと、うん、このさあ真面目なところというか、そこをどっちも合わせて面白くするってやっぱすごい技術、間違いなく。でそれっていうのは単純な脚本だけじゃ絶対なくて、もちろんそれぞれのキャラクターの魅力とかもあると思うし、まあ、結局僕も今回この魔法少女マジカルデストロイヤーズ見てても、まあキャラクターへの愛着とかね、うん、まあ特にやっぱ湧いてこなかったね、正直。うん、でまあそもそもこの作品に関してはキャラを可愛く描くっていう感じないと思うんでね、まあ多分ね、うん、見せ方として、うん、っていうところもあったんかもしれないですけど、うん、ちょっとねなんか残念ですが、ちょっとこれはこれ以上見てもねどうしようもねえというか、うん、もうどんどん興味になるイメージ、もうねイメージしか僕は湧かないんで切りますわ。破壊と再生だらってねピボバッポってか、あのオープニングとかね、なんかエンディングはなんかねダイナデゾンとかグリッドマン味を感じるんだよ。でで、なんかすげえあれ、なんかエンディングとか、あれあの予告映像、あれすぐ感じて、まあ別にあそこ別にねもちろん好きだったんですけど、うん、ちょっとなんかもったいない感じは僕は知ったかな。まあちょっとやりすぎちゃったというか、まあ当初からねこんだけ1話からすごかったですから、1話からものすごい勢いでいって、そもそもそこで賛否が分かれるっていうのはこの作品でしたんでね。うん、まあなんか正直、まあ難しいのは分かってたんですけど、ちょっとなんか一番ね、なんかあの、行ってほしくない方向に行っちゃったかなっていう感じですかね。はい。すいません。というところでね、まあ、切ります。まあ、これからね、まあ、1話とか見てみるっていうのもありだと思います。すごいね、この本作品、本当に。なんか、なんじゃこれって。なんか、やべえの始まったっていう感じにはなると思いますし、まあ、僕みたいにね、だんだん、なんか、多分当初はハマってたけど、あれって人もいれば、まあ、私から合わないって声も聞いてました、やっぱり。うん、全然何これ、みたいな。面白くないよねっていう話も聞いてた中で、うん。まあ、僕はちょっと、うん、ここでリタイアという形で撮らせていただきます。まあね、またなんか最後まで見たとかね、なんかどっか、まあ、今回、まあ、6話とか8話とか見たときにめちゃくちゃ面白いみたいなのあったらね、またコメントいただいたらもしかしたら見るかもっていう感じの作品になります。はい、うん、まあ、ちょっとなんかね逆の話題、作画崩壊がそういう感じの話題だけで上がんないでほしいな。作画コストは結構高い作品だと思うんで、そもそもねカロリー的には、うん、っていうとこですかね。はい、ということでネタバレの感想を以上としまして、ここネタバレの感想入っていきたいと思います。ネタバレの感想を、ね、ネタバレのご注意くださいというところで、
まあやっぱ脚本面に関してやっぱまあ荒々というかね、まあなんか最終的に見た時に、全話見た時によくこれでアニメ化許可したなって思っちゃうかもしんないよね。ちょっと行き過ぎてるかなって全体的に。なんかどん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 過激な方向に行くしかなくなってる。もう。っていうのは感じるし、最初はやっぱ結構真面目なところがうまく作用したんだけど、やっぱなんかブルーが出てきたからなんかおかしくなったというか明らかに。なんかブルーがずっとふざけてるからさ、なんか変顔みたいにして一面も可愛くもね気持ち悪いと思って、いやそういうこと言ったらあかんかあのなんか なんでこのキャラ投入してんだろうって僕すげえ思っちゃって、なんか別にアナーキンちゃんとか別に良かったっすけどね、別になんか可愛いアナーキンちゃんとかいうタイプのキャラじゃないと思うけど、やっぱ強いキャラ、でファイルーツさんで良かったけどねすごく。なんかまあ僕は正直ブルーがダメにしたかなとは思ってるけど、全然なんか、まあ、ピンクはピンクでまあなんかね特殊な味のあるキャラぐらいいいんだけど、なんかブルーってさなんかエロいお姉さんなわけでもないんだけど、なんかよくわからない下品なネタみたいなんじゃん、なんかなこれはもったいなかったな本当に。ギャグに関しては大半ブルーの原因かなと思ってますけどねまあマジでね本当主役クラスのキャラが一つめちゃくちゃ滑ると本当ね全部台無しになるっていうことがあるんでね、まあ、この作品に関しては別にそこだけじゃもちろんなくて、あのまあ全体的なねそのなんかギャグとシリアスのバランスとか、いきなりなんか話をねなんかいきなりなんかめちゃくちゃシリアスというか、ね、人をね3話とかで思いっきり死んだし、まあ、見せ方、っていうところで何がしてんだろうっていうところと先どうなるんだろうっていうのがやっぱ見えてこないよね結局、まあ、大体的に解放されるのかなぐらいで、あの頑張ってくれって、なんか敵もよくわかんねえやつらばっからしみたいな、なんかこうあまりにこう謎を謎のままずっとこう勢いで進めていくにしては4話までずっとやるのはちょっとやりすぎかなっていうのはまあまず思ったっすね。っていう感じかな。まあクオリティに関してはねえやっぱまあまあ別にでもまあ別にこれでね今回ちょっと若干クオリティ落ちてましたけど、まあ別にこれは全然ね1話だけっていうこともあるかもしれないですけど、ねっていうところですね。まあ完全やっぱ置いてきぼり食らったわね。てかギャグは別にもともとさなんかわめちゃくちゃおもれとか思ってなかったんであれなんだけど、なんかそうブルーが出てきた時からまあてかそもそも別になんかギャグがなんかなんていうの笑えるタイプのギャグっていうかさなんか下品なギャグというかさなんかこの作品ってでなんかもう勢いで持ってこうみたいな感じは僕はすごい受けたっすよね。同じかな。なんかね結局せっかく感動シーンとかがね入ってきてもなんかまあ結局なんかこうキャラに感情移入してるわけでもないし、前半ちょっといろいろふざけすぎた結果感動できませんみたいなね、一番良くないパターンに陥ってたかなとも思いますね。まあ好きな要素もありましたけど、まあ、ちょっと厳しいかなっていうのが、まあ、僕の感想ですね。はい。ということでね、また見られた方の中で、あ俺はめっちゃおもれえと思ってるって人も、まあどうなんだろうな、まあ、このギャグが合えば面白いかもしんない。まあこういうなんかやっぱギャグパートみたいなところは、まあ結構人それぞれのところあるんでね、俺はめっちゃおもろいと思うとか、俺はめっちゃ滑ってると思うとか、結構ある差はあるかなとは思うんですけど、やっぱシナリオ的にはすげえ荒いから、まあ荒いっていうか、まあなんか荒いことによって何が起きるか分かんないっていう形なんでしょうけど、まあちょっとなんかどちらかってな、まあ、どちらかってっていうか別にそういうタイプの作品だからそこに突っ込むのは野暮かもしれないですけど、まあいろいろと中途半端でギャグも滑りまくってたなっていうのが、で結局多分制作陣に視聴者が、まあ、置いてけぼりというかついていけなくなった、なっていうのが、まあ、僕の正直な4話まで見た感想でございます。はい。まあ、ぜひね、見られてるかとかね、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、後半にやってめちゃくちゃ面白いぞってなったら、もしかしたら見るかもしれないでね、またコメントとかで教えていただけたら嬉しいし、まあ、現時点の感想とかもね、まあ、見ている方、聞いた方もね、まあ、あのコメントいただけたら嬉しいです。はい。またね、まあ、今時の動画、まあ、まあ、少女マジカルでソロイヤーズはもう上がらない可能性高いですけどね、まあ、だからほぼ上がらないと思いますけど、まあ、それ以外もね、まあ、どんどんあの個人的感想ランキング、また、海外人気とかいろいろね、ランキング動画も上げていきますので、ぜひとろきに、チャンネル登録、高評価もね、してます。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。